さて、やっていきますか。ゲームプログラマーの世直しです。今日はね、僕と一緒にゲーム開発で使う数学を学んでいきましょう。今日取り上げるのはね、コサインとサイン、まあ俗に言う三角関数っていうやつですね。これがね、もう本当に評判悪くてですね、ね、勉強時代のヤンキー高校生に嫌われるばかりじゃなくてね、社会に出てそれなりに出世してるね、大人たちにも、こんなもん学んだって何の役にも立たねえよなんてひどい言われようでね、散々な言われようなんで、今日はね、この僕がこのコサインとサインをね、作っていきたいと思います。っていうのもね、僕らゲームプログラマーはね、もう本当にね、呼吸をするがごとく、こいつらコサインサインとね、常に向き合ってるわけで、今日はね、まあ、簡単な例にはなるんですが、実際どういうシチュエーションでね、こいつらが活躍するのかっていうところを紹介していければなと思っております。まずコサインとサインって何なんだっていう話からするんですけれども、今ね、見ての通り半径1の円の周りを点がこうぐるぐる回っておりますと。んで、スタート地点がね、ここなんですが、例えばこれくらいね、点が回ったとします。んで、ここの角度がね、シーターとします。で、この時のX 座標と Y 座標、これがね、まさしくコサインとサインになります。X 座標がコサインシータ、 Y 座標がサインシータ、これだけの話なんですよ。だからね、半径1の円の周りをぐるぐる回る点の X 座標と Y 座標、それぞれをこの回転した角度によって表すことができるというのが、このコサインとサインのいいところですね。でね、これね、名前が良くないですよね。三角関数って、言われるじゃないですか。あれがね、なんかいまいちこう理解を妨げるような気がしててね。まあ例えばね、ここに、ここでね、シータが、はい、これくらいの角度の時はいいですよ。まあ、こんな風に三角形ができるわけですからね。ところがね、これが、まあ、ここまで回ったら、どうですか？これ、はい。これがシータ。こうなってくるとね、まあ、こっち裏側には、まあ、こうやって三角形ができるものの、この、こっち側ね、こっち側には三角形ができないので、なんだかこう意味不明なことになってくるんですよね。だから名前があんまり良くないかなと僕は思うんです。まああえて名前をつけるとしたら、円関数の方がいいんじゃねえのとかって、思ったりするんですよね。それからね、あとね、皆さんよくね、サインコサインっていう言い方をするじゃないですか。あれも良くないですよね。コサインが X、サインが Y なので、順番的にはね、コサインサインの方が僕は正しいんじゃないかと思うんですよ。XY っていう言い方はしても、YX ってあんま言わないでしょ。だから、まあ、僕としてはコサインサインの方が、まあ、的確なんじゃないかなというふうに考えております。で、今円を正面から見てるわけですが、ちょっと横から見てみましょうか。そうすると、はい、こんな感じで、x イコールコサインシータは1からね、マイナス1までの間をこうゆらゆら横に揺れるような動きをしているわけです。スタート地点からやってみると、こんな感じでね、図で書いてみると、こっちをこう、この軸を時間 t とすると、こんな感じで、1からマイナス1の値をこうゆらゆら入れてるわけですよね。はい、アニメーションさせると、こんな感じです。で、
Y 座標サインシータの方も同じようにこんな風にね、縦に1からマイナス1の値をゆらゆら揺れるわけです。まあコサインの方とね、ほとんど同じ動きをしているわけです。ただまあスタート地点が違うっていうだけですね。スタート地点、ここなので、真横から見ると、はい、サインの方は0から始まり、コサインの方は1から始まると、こんな違いがあります。2つともね、波の動きを表現できるっていうところは変わらないわけです。なので、ゲーム上ね、何かこう、波の動きが必要な部分に、このコサイン、サインっていうのはね、活躍するわけですね。じゃあ実際ゲーム開発ではどんなところに使うのかっていう話なんですが、今ここに星型のアイテムがありますと。で、この下にあるやつ、これマテリアルっていうんですけれども、このね、星のアイテムの、まあ、色を決める仕組みですね。で、色はね、ここ RGB の値、それぞれね、赤、緑、青の値がこれ0から1で表現されてますと。ここの値をこういう風に切り替えていくと、この星の色がね変わっていくっていう仕組みになっています。んで、これをね、今この星のアイテムを一定の色じゃなくてこう点滅させたいっていうことが起きた場合、これね、R と G、まあ、こう混ぜ合わせると黄色になるんですが、R と G の値をこう0から1の間までね、こう自動的に値が行き来するようなことをやりたいわけです。するとね、さっきのね、コサインがこう波の動きをするっていうところを応用して使えるわけです。で、本来はマイナス1から1の値を行き来するコサインシータなんですが、これをね、色を加工できるように0から1の間を行き来するような値に設定したいわけです。そうするにはどうすればいいかっていうと、まずね、この半径1の円を半分にして半径 0.5 にするんですよね。あんまりちょっと絵が正確じゃなくてごめんなさいね。ここが 0.5 で、マイナス 0.5 なわけです。で、これを右に全部 0.5 をずらしてあげると、中心がここになって、半径が 0.5 なので、こんな感じの円になるわけですと。そうするとここ0から1の値をコサインシータの値がこう行き来するわけです。これをこの式をね、使っていきたいと思います。だからね、x イコール0.5かけるコサインシータプラス 0.5 っていう式になります。はい、じゃあこっちに戻りまして、まず一番左側のノード、これね、コサインの値を計算するノードになってます。このバリューっていうのがシータの値で、コサインシータを計算した結果っていうのがこちらに出てくるので、これを次のノードにつなぎますと。これはね、マルチプライって書いてあって、掛け算をするノードですね。で、計算したいのはコサインシータ×0.5、 2分の1にする式なので、0.5 をかけますと。で、それにさっきも言った通りプラス 0.5 します。はい、アド、これ足し算ですね、プラス 0.5 をするノードになってます。これをそのままね、R と G の値につなぐつないで、こちらバリューの値をこうね、ずらしていくとこんな風に、点滅するわけです。はい、これがね、ゲームプログラミングで、使うという、まあ、数学のお話です。はい、今回はね、極めて簡単な例だったんですけれども、他にも、まあ、座標を移動したりだとか、もう様々なシチュエーションでね、このコサイン、サインっていうのは、ゲーム開発をする上では、まあね、登場するのでね、まあ、そんなに嫌わないであげてよっていうお話でした。
あ、それからね、数学の先生やってる人、ブレンダー使ってみましょうよ。さっきみたいにね、アニメーション付きで、この数学の図形をね、表現することもできますし、まあ、それをね、背景としてこんな風にね、黒板みたいに使うことができるんでね、非常に便利ですよ。それじゃあ、またねー。